ビートは、ヒユ科の植物である。ビートには無数の栽培品種があり、洋菜のフダンソウ、砂糖の生産に使われるテンサイ、そして、飼料作物であるマンゲルワーゼルが含まれる。三つの亜種が、一般的に認められている。すべての栽培品種は、Beta vulgaris subsp vulgaris に分類される。Beta vulgaris subsp maritimaは、一般的に、シービートとして知られており、これらの野生の祖先で、地中海、ヨーロッパの大西洋岸、近東、そして、インドの至る所で見つかっている。二つ目の野生の亜種である、ベータブルガリスサブスプ、アディネンシスは、ギリシアからシリアまでの場所で発見される。根は最も一般的には深い赤紫色であるが、ゴールデンイエローであったり、赤色と白色の縞の根を持つ品種もある。ビートは、草本の二年生植物、または稀に多年生植物で、1メートルから2メートルの高さに育つ、葉の多い茎を持つ。その葉はハート型で、野生のものでは5センチメートルから20センチメートルの長さである。花は密集した穂の中で作られる。それぞれの花は、とても小さく、直径は3ミリメートルから5ミリメートル、緑色、または、赤みがかっていて、5枚の花びらを持つ、風媒花である。果実は、堅い小堅果の塊である。黄色い茎のフダンソウビートの様々な野生種と、栽培品種の分類には、長く複雑な歴史がある。モンスフェルト、S エンサイクロペディア・オブ・アグリカルチュラル&ホーティカルチュラル・クロップスは、レツヘルトの1993年のビートの扱いに、従っており、直根や葉、膨れた種脈のために育てられる栽培品種について、ビートの節で次の分類を認めている。ビートは蝶目の多くの種の幼虫の食物となる植物である。包装された調理済みのテーブルビートスピナッチビートの葉は、葉菜類として食べられる。テーブルビートの若葉は、同じように用いられることがある。スイスチャードの種脈は茹でて食べられる一方、葉芯は、スピナッチビートのように食べられる。アフリカの一部では、通常、葉芯の全体が種脈と共に一つの皿に、用意される。若い植物の葉と、茎は、簡単に蒸され、野菜として食べられる。老いた葉と、茎は炒められ、タロイモに似た味を持つ。通常、テーブルビートの深い赤色の根は、焼くか茹でるかふかすかされ、調理野菜のように熱い状態で出されるか、サラダ野菜のように冷たい状態で出される。漬けられもする。生のビートはサラダに加えられる。商業生産の大部分は、茹でられるか厳禁されたビート、もしくは漬物に加工される。東ヨーロッパでは、コールドボルシチのようなビートのスープは、ポピュラーな食事である。黄色のテーブルビートは、家庭での消費のために、とても小さい規模で育てられている。ビートの消費により、ピンク尿を起こす人もいる。ユダヤ人は、伝統的に、ローシュ・ハッシャーナーにビートを食べる。アラム語でビートを意味するは、ディムーブやデパートのような発音である。敵がいなくなりますようにという祈りと共に食べられる。ビートはカロリーが低くコレステロールを持たず、微少量の脂肪を持つ。栄養は、ビートのビタミン、ミネラル、そして独特な植物由来の抗酸化剤に由来する。植物由来の化合物である、グリシンベタインは根に見られる。ベタインは冠動脈性心疾患や発作、末梢血管疾患の可能性を下げる。生のビートには、葉酸が多い。葉酸は、細胞内の DNA の合成に不可欠である。ビタミン C が少量見られる。根は、ナイアシン、パントテン酸、ピリドキシンを含むビタミン B 群と、鉄分、マンガン、銅、マグネシウム、カリウムといった鉱物を供給し、心拍数を下げ、細胞の代謝を調整する。テーブルビートは、ビタミン C、カロテノイド、フラボノイド、ビタミン A を含んでいる。ビートの根と葉は、多くの種類の病気を扱うために、民間医療で用いられてきた。古代ローマ人は、他の病気の中での発熱や、便秘の治療にテーブルビートを用いた。アピシウスの、
デリコギナリアは、シャゲ薬として与えられるスープについて5つのレシピを与えるが、そのうち3つは、ビートの根を主に用いる。ヒポクラテスは傷を縛るためのビートの葉の利用を唱えた。ローマの時代から、テーブルビートのジュースは、媚薬と考えられていた。中世から、テーブルビートは多様な状況、特に消化や血液に関するものの処理に用いられた。バルトロメオ・プラティーナは、ガーリックブレスの影響を無効化するために、テーブルビートをニンニクと一緒に食べることを推奨した。赤いビートの根に含まれるベタニン色素の分子は、酸化ストレスから保護するかもしれないと提唱されており、ヨーロッパでは、数世紀の間、この目的で用いられてきた。すべてのビートはシュウ酸を含む。テーブルビートとスイスチャードは共に尿路結石の形成に関わるシュウ酸の多い食品だと考えられている。大きく明るく色のついた葉を持つ栽培品種は装飾目的に育てられる。テーブルビートとして知られるビートの束ビートは飼料のため、もしくは葉菜類や根菜として栽培される。ブラッド・ターニップは、かつて、テーブルビートの庭用の品種の共通の名前だった。バスチーアン、エス・ブラッド・ターニップ、ドゥイング、エス・アーリー・ブラッド・ターニップ、エドマンド・ブラッド・ターニップ、そしてウィル、エス・インプルーブド・ブラッド・ターニップなどを指していた。いくつかのテーブルビートの栽培品種の持つ土のような味は、ゲオスミンの存在に由来する。ビートそれ自身がゲオスミンを生産するのか、植物に住み共生する土壌微生物により生産されるのかについて、研究者はまだ答えを出せていない。繁殖計画により、ゲオスミンが少なく、消費者にとってより好ましい味の栽培品種を生産できる。ビートは、現代の作物の中で、最も酵素集中的なもののうちの一つであり、依存はおそらく波しぶきにさらされ続けたことへの進化的応答としてもたらされたのだろう。商業農場では、1ヘクタールあたり60トンを収穫するには、1ヘクタールあたり600グラムの酵素元素が成長に必要となる。酵素の不足は分裂組織と新芽を衰えさせ、やがて心不病に導く。異なる色のテーブルビートの抜粋テーブルビートの赤や紫の色はベタレイン色素の種類によるものであり、赤キャベツのような他のほとんどの赤い植物と違い、アントシアニン色素を含まない。異なるベタレイン色素の構造は変わることがあり、ありふれた深い赤色に加えて、黄色や他の色といったテーブルビートの特徴をもたらす。ビートに含まれるベタレインには、ベタニン、イソベタニン、プロベタニン、ネオベタニンがある。ビートに含まれる他の色素には、インジカキサンチン、ブルガキサンチンがある。インジカキサンチンは、サラセミアに対する強力で保護的な抗酸化剤であり、アルファトコフェロールの分解を阻害すると見られている。ビートの根に含まれるベータシアニンは、それを分解できない人に赤尿を起こすことがある。顔料は、細胞の液胞に含まれている。テーブルビートの細胞は、極めて不安定で、切られたり、熱せられたり、空気や日光にさらされたりすると流れ出る。これが赤いテーブルビートが、紫色のシミを残す理由である。しかしながら、料理の時、表皮をつけたままにすることで、細胞の整合性を保ち流出を抑えることができる。栽培品種の野生の祖先である。シービート現代栽培されているビートの祖先である。シービートは地中海岸に沿ってよく育っている。テーブルビートはテーベにあるエジプト第三王朝サッカラのピラミッドで掘り出されてきた。そして栽培されていたのか野生かは正確に分かっていないが、4つの炭になったテーブルビートがオランダアールツワートにある新石器時代の遺跡で見つかった。ゾリーとホップフはテーブルビートは、言語的にもよく確認されていると特筆している。彼らは、ビートについての最も早い記述は、紀元前8世紀のメソポタミアに遡ると言っている。ギリシアの商用学派のテオプラストスは、後に、ビートを大根と似ていると記述する。一方、
アリストテレスもまたビートについて記述する。アリストテレスやテオプラストスに提供されるような入手可能な証拠は、ビートの歴史のほとんどについて、葉の多い種が種として育てられていたが、ほうれん草がもたらされるに従ってその人気は大きく、下落したということを示唆している。古代ローマ人は、ビートは重要な健康食品であり、媚薬であると考えていた。ローマ人やユダヤ人の文字の情報源は、紀元前1世紀の地中海盆地では、栽培されるビートは、フダンソウやスピナッチビートのように葉の多い形態のものに代表されていたということを示唆している。ゾリーとホップフは、テーブルビートの栽培品種が育てられていたということも、非常にありそうだと主張しており、ローマのレシピはこれを裏付けている。後の英語やドイツ語の情報源は、テーブルビートが中世ヨーロッパで一般に栽培されていたことを示している。現代のテンサイは18世紀中期のシレジアに遡る。シレジアでは、プロイセンの王が砂糖の抽出の過程を目指す実験に、大使補助金による支援をしていた。1747年、アンドレアス・マルク・グラフは砂糖をテーブルビートから隔離し、1.3% から 1.6% の濃度で見つけた。彼はまた、砂糖を、サトウキビから抽出するのと同じように、ビートから抽出することができることを実証した。彼の生徒であるフランツ・カール・アシャールは23種の、マンゲルワーゼルの砂糖含有量を評価し、ザクセン・アンハルト州の、現在のハルバーシュタットから、地方品種を選んだ。モーリッツ・バロン・フォン・コッピーとその息子は、さらに、白く円錐型の会計のために、この種を選んだ。その選択物は、ワイス・シュレシシャズ・フルブという名前で、シレジアの白い天才という意味であり、約 6% の砂糖含有量を誇る。この選択物は、すべての現代の天才の先祖である。1801年、王宮の法令により、テーブルビートから砂糖を抽出する最初の工場が、シレジアのクネルンに開かれた。シレジアの天才はすぐに、ナポレオンが特に植物について学ぶための学校を開いていたフランスにもたらされた。彼はまた、2万8000ヘクタールを新たな天才の栽培に使うよう命じた。これは、ナポレオン戦争中のイギリスのサトウキビの封鎖に対する反応であり、最終的には、ヨーロッパでの天才産業の急速な発展を刺激した。1840年までに、世界の砂糖の 5% は、天才由来となり、1880年までに、その数字は10倍の 50% を超えた。天才は1830年以降に、北、アメリカにもたらされ、1879年に、カリフォルニア州、アルバラードの農場で、最初の商業生産が始まった。天才は、ドイツ人移民により1850年頃に、チリにもたらされた。現在も天才は、砂糖の生産のために広く栽培される、商品作物である。ありがとうございます。